明けぼは海上自衛隊の護衛艦、村雨型護衛艦の8番艦。艦名は東の空が次第に知らんでいく頃に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍の雷型駆逐艦、明けぼ吹雪型駆逐艦、明けぼ護衛艦、明けぼに続き4代目。平成31年度インド太平洋方面、派遣訓練部隊の出雲、村雨。 アケボノ、アケボノは、中期防衛力整備計画に基づく平成9年度計画4400トン型護衛艦2237号艦として、マリンユナイテッドで発注され、石川島ハリマ重工業東京第一工場で1999年10月29日に、寄港、2000年9月25日に、浸水、2002年3月19日に収益し、 第4護衛隊軍第4護衛隊に編入され、呉に配備された。2003年10月28日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、比縁、補給艦、時和と共に、インド洋に派遣。2004年3月23日に帰国した。2005年5月18日から8月20日の間、護衛艦、妙高、牧波と共に、米国派遣訓練に参加。 2008年3月26日、護衛隊改編により、第1護衛隊軍第1護衛隊に編入された。2009年3月17日、新テロ特措法に基づき、補給艦、時ワと共に、インド洋に派遣。2009年9月1日、クレに寄港した。2010年5月14日から16日まで、横須賀基地を親善訪問したオーストラリア海軍、フリゲート、 ニューカッスルと交換し、16日及び17日には、暴走半島沖で、護衛艦、アタゴと共に、ニューカッスルと共同訓練を実施した。その後、アタゴと6月9日から14日まで、カナダビクトリアに寄港し、6月12日に、エスカイモルトワンで実施されたカナダ海軍創立100周年、記念国際艦艦式に参加。六月十二日には、パールハーバーに入港し、 6月23日から8月1日まで、ハワイ周辺海域で実施された、リンパック2010に参加した。8月3日に、新珠湾を出港後は、あたごと分離し、8月16日から9月3日まで、オーストラリアのダーウィン沖で実施された、多国間海上共同訓練、カカド12、第3航空隊、第32飛行隊の P-3C 障害機2機と、共に参加した。 二千十一年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣される。同年三月十六日、編成外により第一護衛隊軍第5護衛隊に編入され、定型校も暮れから佐世保に転籍。二千十三年四月九日に第十五次派遣海賊対処行動水上部隊として護衛艦は、 マギリと共に、ソマリア沖へ向けて、出港、任務を終了し、同年9月24日、サセボに帰港した。2017年9月11日から28日には、日本列島を港高い域で、空母、ロナルド・レーマンやイージス艦からなる、アメリカ艦隊との共同訓練を実施。2018年3月25日、第30次派遣海賊対処行動水上部隊として、 ソマリア沖、アデン湾に向けて、サセボから出港した。同年9月まで任務に従事し、帰国途上の9月19日には、マレーシアのクアンタン港に、帰港。21日にはマレーシア海軍哨会艦、トレンガヌ、ミサイル艇、ガニアンと、親善訓練を実施した。また、9月27日に、フィリピンのマニラに、帰港。9月29日に、 フィリピン海軍と合同訓練を行う予定。また、中村城介司令は、歓迎式典で、日本とフィリピンの絆が、より強くなることを期待していると、英語で話した。同年10月7日、第30次態としての活動を終え、佐世保に寄港した。2019年6月、護衛艦、出雲と村雨が参加している平成31年度インド。 太平洋方面派遣訓練に追加で参加することとされた。派遣中にインド太平洋地域の各国海軍等との共同訓練等を実施する。第1号衛隊軍第5号衛隊に所属し、提型校は佐世保である。本館の建造後、石川島リマ重工業東京第1工場が閉鎖されたため、同工場で建造された最後の自衛官となった。なお、 先代のアケボノは同工場で最初に建造された自衛官にあたる。ありがとうございます。